政也敬語、え君公明党の政也敬語でございます。早速、あの、議論に入りたいと思います。えー、今日は、あの、定例会でありますが、あ本当に細切れの中を。ご協力いただいている野党の先生方に感謝申し上げながら。私が感謝する立場ではありませんが。<laughs> 早速中身に入りたいと思います。特大臣、ご苦労様でございます。あの、通告をしないテーマで発言をしたいと思いますから、聞いておいていただきたいと思います。 昨日、相模原の殺傷事件の植松被告に対して死刑の判決が出されました。平成28年7月の事件であります。19人の重度障害者の命が奪われた事件でございます。お亡くなりになった方に改めてご冥福を祈りたいと思いますし、心に大きな傷を被られた方々にお見舞いを申し上げながら、 発言をしたいと昨日の今日でありますから議事録に一つ残したいという思いであります裁判では被告の動機の解明必ずしも明らかにならなかったというふうに感じております重度障害者は周囲を不幸にする不要な存在というような思いは私には全く理解ができないわけでありますなおかつ現場で処遇を経験する中で生まれた まあ被告の思いのようでありまして、私も若い,若い時代に、重度障害児の施設で、知的障害児で指導員をしておりまして、まあ、そんな思いからいたしますと、全く残念な思いをしているわけであります。ただ、私の経験,経験からしてもです、ね、これを得意なケースとして捉えるのではなくて、およそ福祉の現場で活動している人たち、 その人たちに求められる資質を言いましょうか、特に、えー、他を思いやる、他に対して、えー、他を理解するということはです、ね、とりも直さず自身を知るということでありまして、自己認識、あるいは自己確知というものが、福祉の現場に生きる人に求められる私は大きな資質であろうと、こう思っております。えー、そういうい意味ではあ現場における 福祉の現場で働いておられる皆さん方の不断の取り組みが大事ではないかと、ともすると弱い心も当然ながら、福祉の現場で働く人たちにもあるわけでありまして、私も反省するところがあるわけであります。こうした自分自身を知るという自己認識、自己革地、この資質を高めるための取り組みが、不断の取り組みが私は求められると。副大臣も 福祉の現場でご経験をされれておられます虐待をなくすという意味でも、非常に大事なあの私は取り組みではないかと思っております。一人一人が自らに問いかける作業であろうと、二度とこうしたことが起き,起きない、起こしてはならない、あってはならないと、こういう思いで、まああの、厚労大臣、今日は特段発言はされておられないようでありますが、また時を見つけて、私はそうしたメッセージを、 福祉の現場で働く人たちに発信していただきたいし、そんな取り組みをお願いしたいというふうに思う次第でございます。それでは、雇用保険法等の一部を改正する法律案の質疑に入りたいと思いますが、高木厚労部会長のご指示で、コロナ対策をまずやれと、こういうことでありますから。 あのコロナ新型コロナウイルス感染症対策についても、えー、特に雇用保険の関係から内容を確認をさせていただきたいとこのように思います、えー、雇用調整助成金話が先ほども出ておりましたけれども第1弾の要件緩和に加えて第2弾ではさらに 特例措置の対象拡大、その周知徹底、あるいは特別な地域における助成率の上乗せ、これを打ち出しているわけでありますが、具体的な中身と予算額をお示しをいただきたいと、財政措置の中身をお示しいただきたいと思います厚生労働省、高谷高齢障害者雇用開発審議官。お答え申し上げます。 新型コロナウイルス感染症にかかります、雇用調整助成金の特例措置につきましては、雇用保険、非保険者期間が6か月未満の労働者を助成金の支給対象とする、あるいは過去に受給していた事業主に対する受給制限、クーリングを撤廃するなどの第2弾におきまして、さらなる要件の緩和を行うこととしたところでございます。 さらには、地方公共団体の庁が住民、企業の活動自粛を要請する旨の宣言を発出している地域、現時点では北海道のみということになりますが、におきまして、他の地域にも増して事業活動が抑制されることが見込まれるため、雇用調整助成金のさらなる特例を設けまして、助成率の上乗せい、また雇用保険の被保険者とならない週20時間未満の非正規雇用の労働者を対象とした支援、 等の特例措置も実施することといたたししました、えっと、予算額についてでございますが、えー、令和元年度予備費一般会計25億円、えー、雇用勘定規定経費で349億円ということでございまして、計374億円を計上しているところでございま松江<上>君、えー。雇用調整助成金、えー、雇用保険の2事業で、えー、349億と。 いいうことでございますさらに一般会計で25億、これはあの25億については、特別地域の非正規分ではないかなと理解をしておりますが、えー、この349億円という事業規模でありますが、これどうですか、通常、最近は非常に経済の状況、いいわけでありますが、最近の雇用調整助成金の支給実績からいきますと、どういう規模になるのか。 改めてお示しをいただきたいと思います高,谷高齢障害者雇用開発審議官お答え申し上げます、あの直近の支給実績あの、平成30年度ということでございますが、大変あの雇用情勢が良好であるということもございまして、えー、と平成30年度の支給実績は20億円ということでございます。委員長君 このに、えー、直近が20億という中で、349の事業費を確保されたということで、まあ、これはあの特別の思いで取り組もうとこういうことであろうというふうに思います。そこでですね。一般会計25億円の話であります。それから、あの。 さらには特別な地域でございます、先ほども北海道の話が同僚議員から出ておりましたけれども、緊急特定地域特別雇用安定助成金、この取り組みが今、進められているというふうに思いますが、これは北海道、先ほどのご説明では、知事が、首長がそうした宣言をされるということでございますが、単にそれだけなのか。 えー、どういうことで北海道が指定をされたのか、その詳細とです、ね、今後、北海道と同じような地域が出てきた場合はです、ね、これはあの同じような対応が可能なのかどうなのか、お示しをいただきたいと思います。高谷審議官お答え申しし上げまます、えー、地域指定に当たりましては まず1つ目といたしまして、新型コロナウイルス感染症の患者の数が他の地域と比べ、一定数以上かつ集中的に発生している地域であること、それから2つ目といたしまして、感染拡大防止のために、指定にかく地域が所在する地方公共団体の庁が、一定期間について住民、企業への活動自粛を要請する旨の宣言を発出していること等の要件を満たしている,満たしているか、 確認すすることといいたしてございます、えー、現在あの、北海道のみを指定しているところでございますが、今後、同じような地域が出てくるということでございましたら、同様の取り扱いをしていく考えでございます<上>増君、あ員、のー。要件についてでありますが、一定の要件ですが、まあ、一定数以上、他の地域に比べて一定数以上、かつ中支的な発生と。 これ具体的にはです、ね、10万人当たりの患者数、この患者数が感染数なのかどうなのか、私も疑問なんですが、患者数が全国平均より相当程度高く、大幅な増加が懸念されると、まあ、したがって、えー、自治体の庁が一定期間について、えー、宣言を発出していると、まあ、こういうことになるんだろうと思うんですが、この10万人当たりの患者数が全国平均より相当程度高く、私の理解ではです、ね、今、北海道はですね、 えー、患者数がです、ねえー、もう100人をすでに超えて148人、あるいはもうちょっと増えているかもしれませんが、全国平均でいきますと、おそれこそ800人台でありますから、えー、人口10万人でいきますとです、ね、えー、0.63ぐらいの数字になるのかなと、こう思っておりますが、北海道があそれでいきますと、お10万人当たり2.8と、4.4、まあ、倍と。 いうような状況かと思いますが、まあ、これぐらいが一つの目安というふうに理解をしていいのでありましょうか、重ねてお伺いします高谷慎一さん。あの えっと、北海道、今、まあ、先生お話しでございます、ちょっと私どもちょっと古いデータでございまして、3月9日現在でございますが、あの10万人当たりのお患者数が5.5倍という数字でございまして、まああのー、その、えー、と他の地域に比べて、えー、一定数以上、かつ集中的に発生しているということでございますので、そのおまあ、一定数以上お、今申し上げましたような一定数、あるいはその、お まあ集中して発生しているということで、クラスターが確認されるとかですね、そういう状況も総合的に判断しながら、やっていきたいというふうに考えてございます委員長 <政君 S 2> まああの総合的に判断というのが大変難しいわけでありますが、北海道は確かに全国平均に比べて4倍から5倍、4.4倍、4.5倍でありますけれども、愛知県が私の計算では2.5倍。 あるいはですね、人口10万人ということでいきますと、高知県は2.7倍ぐらい出てるんですね、まあ、人口少ないから、そういうことになるんですけれども、まあ、そこはあの今、高谷さん、新庵おっしゃったように、クラスターの存在であるとか、あるいは何よりも首長さんがどういう判断をされ、どういう取り組みをされてるかということだと思いますが、ただ最近の傾向を見ますと、大阪なんかも相当、大阪や愛知も増えておりますから、 まあじゃあ、北海道のようにですね、首長さんがじゃあ、宣言を出すかというようなことにもなるわけでありますが、まあ、今後の動向にはです、ね、ぜひ注意をしなきゃならんなというふうに思っている次第でございます。それでですね、これ、副大臣にあの聞いていただきたい話でありますが、これ、私も悩みながら質問をします。えー、雇用調整助成金、補償金ですが、2008年のリーマン・ショックの際はですね、 事業者が合わせて教育訓練を実施した場合の加算額、当時1200円だったものを、これを一気に6000円に引き上げる取扱いを行いました、これはもう大変に喜ばれまして、多くの事業者が実施されたわけでありますが、私も副大臣時代に随分反省をしたわけですが、中には不適切な事例がたくさん出てまいりまして、いわゆるモラルハザードが起きてしまったと。 いう反省もあるわけでありますが、まあ、今回の新型コロナウイルス感染症対策、我々もいろんな団体とお話を伺っておりますが、例えばバス会社などは、団体客が全くなくなったと、本当に悲鳴のような声が聞こえているわけでありまして、まあ、これはあの今後の状況を見ながら、リーマンショックの際の取り扱いも念頭に置いてです、ね、例えば業種を限るとか、さっき申し上げた緊急特定地域、 特別雇用安定助成金の地域であるとか、あるいは業種を限るとかですね、私は知恵の出し方もあるだろうと思いますが、今後の対応を私は状況を見ながら検討する必要があるのではないかと要望、要望しておきたいと思います。必要なことは何でもすると、こういう姿勢が大事ではないかと思いますが、副大臣のご所見を伺いたいと思います稲津厚生労働副大臣お答えさせていただきます。 あの雇用調整助成金の,この教育訓練にかかる加算につきまして、通常、1日1200件の加算額だったところ、リーマン・ショックに伴うですね大変厳しい雇用情勢を踏まえて、大企業に4000円、中小企業6000円と、こうしたあの引き上げが行われて、そしてその後も、必要な見直しを行いつつ、特例措置を講じてきたと、このように承知をしております。 今般のこの新型コロナウイルスの感染症に伴う雇用調整助成金の対応につきまして、今後、この新型コロナウイルス感染症が雇用に与える影響をしっかりこれ、十分周知しながらあの検討していかなければならないと思っています。あの今、委員からもご指摘のありました、例えばそのこのモラルハザードのことですとか、 あるいはそのしかしながら、もう一方で、やはり大変な厳しい今、雇用環境情勢に陥っているということを踏まえたときに、例えばその業種の指定とか、地域の限定等々ですね、そうしたことも十分加味しながら、この教育訓練の加算について、過去の参考、過去の取り組みも参考にしながら、どのようなことができるのか。 まあこうしたことを検討してもらいたいと考えているところでございます。委員長、舛添君、ありがとうございます。あのぜひご検討をお願いします。先ほどのあの午前中の参考人の質疑でもですね、参考人からリーマンを超える対策が求められるという声もありました。あるいは北海道だけでなく本当に必要な地域をよくよく見定めてもらいたいとこういう声もあったわけであります。 今、副大臣からもご答弁がありましたが、まあ、過去の事例、えー、教育訓練の判断基準としてです、ね、助成金の対象とならない教育訓練、まああの、いろいろ事例がありました、これもよく私も分かっておりまして、そうしたことも十分踏まえながら、あのご検討をお願いしたいというふうに思います、えー。もう一つですね、第2弾では学校の臨時休校に伴う保護者の休暇取得支援。 いわゆる新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金、非常に長い助成金でありますけれども、打ち出されています。これは正規・非正規を問わない、えー、正規・非正規を問わない新たな助成金の創設ということでありますが、えー、事業ベースで1500、事業費のお枠がですね、1556円、56億円。 となっているわけでありますが、この予算の中身、あるいは事業について、ご説明をいただきたいというふうに思います藤沢厚生労働省雇用環境均等局長。お答えを申し上げますあの。小学校等の臨時休業等に伴いまして、子どもさんの,その世話を行うために、あの仕事を休まざるをえない保護者。 の方々をを支援をし子どもさんの,その健康や安全を確保するための対策といたしまして、2つございまして、1つは、雇用されている方には、今委員がおっしゃいましたように、正規雇用、非正規雇用問わずに、有給、賃金全額支給ということで、その有給の休暇を取得をさせた企業に対して、休暇中に支払った賃金相当額の全額を支給する助成金を創設をいたします。ままたたつ目といたしまして個人で 就業する予定であられた方々についても、一定の要件を満たす場合に、就業できなかった日数に応じまして、1日4100円を定額で支給する措置を講じることとしてございます。 えっと、雇用保険の被保険者を対象とするものにつきましては、労働保険特別会計を活用し、また雇用保険の被保険者でない方を対象とするものにつきましては、一般会計により措置をすることとしております、でその予算措置額でございますが、それぞれ1087億円程度、また一般会計の方うが470億,億円程度を見込んでいるところでございます。委員長政君 ありがとうございます昨日も参議院でずいぶん議論がこの点あったようでございます。今の1087億円については、これは例の両立支援助成金の一環として取り組むと、こういうことだろうと理解をしております。それから特に個人の場合でありますが、20時間未満あるいは非雇用者。 あについて昨日の参議院でもこれを対象12万人というようなご説明をいただきましたこれはまああの予算上の数字だろうと思いますが、えー、先ほども今あのご答弁が出て一定の要件特にあの委託を受けて個人で仕事をする場合の支援、えー、なんですがあの具体的なスキームとそれから一定の要件を改めてですね簡略に このの衆議院の厚労委員会特にですね、雇用されていない個人の場合は、どこに相談に行けばいいのかということが一番我々心配でありまして、まあ、事業主なのかどうなのか、だけど事業主ってあの、雇用、今回、事業しないわけでありますから、そうした方々はどこに相談に行けばです、ね、この事業にたどり着くのか、ここをご説明をいただきたいと思います。 稲津厚生労働副大臣お答えさせていただきますこの個人で業務委託契約等で仕事をされている場合の方へのご支援について、あのその就業できなかった日について、1日当たり4100円の支援ということでございまして、この支援の対象となるのは、2月の27日から3月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等を通した小学校等に通う子どもや、新型コロナウイルスに感染したまたは、 風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある小学校に通う子どもの世話を行うことが必要だった保護者であって、これが一定の要件を満たす方であるとなっています、その具体的な要件につきましては、一つは個人で収容する予定だった場合、この業務委託契約に基づく業務遂行上に対して報酬が支払われることになっており、発注者から一定の指定を受けている場合などというふうにお示しをさせていただきました。 そしてこのご質問がありました、この相談窓口の関係でございますけれども、身近な相談窓口として、コールセンターを3月13日に設置をさせていただきました、あの問い合わせ等は厚生労働省のホームページに掲載しているところでございます、そしてもう一つ今日ここで明確にお答えさせていただきたいのは、あの明日になりますけれども、制度の詳細ですとか申請先をですね、 厚生労働省のホームページをお知らせするとともに、支給申請の受付を開始するということで、あの申請にあたってはです、ね、もうできる限りこの必要な処理を簡素化するということで、支援が必要な方にしっかりと届くように、最大限努力していきたいと思っております委員長増谷君副大臣、その申請受付申請は個人が、多分個人になると思うんですが、どこへ出すんでしょうか。 藤沢雇用環境均等局新申請先につきましても、ちょっとまだ現在、調整中でございますが、えー、とおおみ身近なところにということであの、現在考えているところでございます、またの郵送の形で,です、ね、まずはあの出していただくようなことで、現在、調整をしているところでございます、小しかのあす、えーとあのえー、と発表したいということで考えております。はい、松君 大変にご苦労様です今、本当に徹夜作業でその準備をされているというふうに思います、明日、ホームページで、厚労省のホームページで明らかになるということでございますから、またそうした内容についても、我が党でもしっかり、地方議員と連携をいたしまして、PR に努めてまいりたいというふうに思います。 もう一点、雇用保険二事業への財政の影響について、確認したいと思いますが、これはもう飛ばします、雇用安定資金、今、一兆3000億ぐらいあるだろうと思っておりまして、ここは十分対応できる、私は資金があるという理解をしておりますので、次の質問に行きたいと思います。 本体の質問に入りたいと思いますが、あの育児休業給付の独立について、まあ、今般、失業給付からです、ね、育児休業給付、独立をさせるということでございまして、私は時代の流れを受けた大事なあの取り組みだと、改正だというふうに思っております。 ただですね、少子化対策の観点から育児休業の取得促進を進めているわけでありまして、今後とも増加が見込まれますが、令和6年までの試算について示されているというふうに理解をしておりますが、改めてこれ、事務方で結構でございますが、お示しをいいいたただきたいと思います小林職業安定局長。お答えいたします。育児休業給付につきましては あの今ご指摘ございましたように、育児休業取得促進に伴いまして、近年一貫して増加をしております、平成28年度から平成30年度までの3加年の平均が8.8%の増ということになっておりますで、こうした状況が当面は続くのではないかというふうに考えておるところでございまして、 それに基づいて試算をし、これは労働政策審議会の方にもお示しをしているところでございますが、直近、平成30年度の実績5312億円に対しまして、この伸びが続きますと、平成6年度の支給額が約9000億円ということが見込まれるところでございます。今般、育児休業給付の財政基盤の見直しを行いまして、 この保険料率を設定したわけでございますが、今申し上げた今後5年間程度の給付の伸びを勘案いたしまして、収支のバランスが取れるようにしようということで、千分の四をこの育児休業給付の両立として設定をいたしたところでございます川清<上>君、えー。一つ飛ばしてですね、あのーえー、これ、副大臣に確認したいんですが、私ですね、男性の育児休業、 給付実はあの地方、多分ん、町人仕事、地方創生の,あの総合戦略の中で、私は初めて明らかになったんじゃないかと思いますが、現行6%の取得率を30%に引き上げるという、私はあの最初見たときにのけぞったのでありますが、まあ、野心的な目標、これが2025年の目標だったとあの記憶しておりますが。 まあ、あのしかし、今の局長のご答弁からしますと、これは自然にここまで行くのかなというふうに思ったりするのでありますが、あの6%から30%ーへの増加、2025年までのこの目標はです、ねえー、この資産の中に入っているという理解でいいのかどうか、あじゃあ、局長でも結構です、どうぞ。小林職業安定局長 答えいたします男性の育児休業給付の初回受給者数でございますが、近年、2年で2倍、毎年1.4倍ぐらいのペースで増加をしております、先ほど申し上げました財政運営資産につきましても、このトレンドでの増加ということで仮定をしております。これでまいりますと、今ご指摘いただきました、2025年30%というのを達成する数字ということになっております。 えー、6%から30%、これを織り込んだ財政資産だという理解でよろしいですね、えーまあ、これは男性の育児休業取得率がこれからどんどん伸びていくと、大いに結構なことでありますが、えー、これをですね、まあ、こ今回、国庫負担率、8分の1は変わらないわけでありますが、まあ、せっかく失業給付から独立をさせると。 いうことでありますれば、えー育児えー、雇用感情に新たに育児休業給付を設けるということでありますので、この育児休業給付資金、えー、これを新たに作るということでありますから、改めてです、ね、この国庫負担8分の1ということもです、ね、今後の少子社会対策を考えるときに、 えー、一回検討してみる必要があるんではないかと、8分の1って根拠は一体何なんだろうというふうに思うんですが、局長、これは根拠は何でしょうか小林職業安定局長。お答えいたしますあの、雇用権制度におきます国庫負担でございますが、失業者に対する求職者給付の国庫負担率が4分の1。 で育児休業の方につきましては、これは休業給付ということで、完全な失業状態ではないということで、まあ、その半分ということで、8分の1ということで、今日に至っておるところでございます。で今回、育児休業給付の位置づけを見直しましたけれども、あの給付内容自体は変更がないということで、引き続きそこの8分の1というところはそのままにしております。ただ、今ご指摘いただきましたが、 この2年間、国庫負担率を本来の負担率の10%にする暫定措置を引き続き行うということになっております。今後、平成4年度以降、どうするかという話が出てまいりますので、中長期的に雇用権制度の財政運営の安定が図られ、その効能を十分発揮できるような必要な措置について、議論を進めていく必要があるというふうに考えております。 君もう一点、あのもう一回あの、男性の一級取得に話題を戻しますと、我が党の中にはです、ねえー、ぜひこの際、えー、育児休業給付、給付の中身をレベルアップにしたらどうかという声もあるのでありますが、まああの、男性の育児休業の取得を進めるために何が必要かと。 ということでありまして、まあ、今後6、6%から30%に取得率は増えるのかもしれませんが、あの育児休業を取得しない理由について、えー、厚労省、どうお考えになっているか、我が国の育児休業給付のこの給付のレベルというのは、非常に高いということもよく聞くわけでありますが、そのあたりをご説明いただきたいと思います藤沢雇用環境均等局長。 お答え申し上げます男性が育児休業を取得をしなかった理由でございますけれども、厚生労働省が実施をしましたアンケート調査によりますと、会社で育児休業制度が整備されていなかったから、あるいは職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気だったから。 そういったような回答が多くなっておりまして、その職場環境に関する理由が多く上がっているという状況にございます。でこうしたことを踏まえますと、その助成金制度で現在もの支援をしており、事業主さんを支援しておりますが、あの男性が育児休業を取得をしやすい職場,づく職場フードづくりに取り組んだ事業主、 私のに対する助成金ございますけれども、来年度予算案では、個々の男性労働者の方に面談等を通じて育児休業の取得を後押しをした場合の上乗せ助成をそういったものに盛り込んでいるところでございます。引き続き、職場環境の整備をしていただいて、男性の育児休業の取得率の向上に努めていきたいと考えております。はい君えー、もう質問時間がまましたのので終わりますが男性のあの一級取得 取るだけ一級という言葉がありましてです、ね、本当にあの一級取って、家事や育児、男性が参加していただくように、実はあの多くの男性の中にです、ね、女性の場合はママ友っているんですけど、パパ友っていう言葉はあんまりないんですね、ぜひあのそうした環境づくりということもですね、 私は大事だろうと思っておりまして、近々、少子社会対策大綱もお発表されるようでありますが、しっかりあのそうした政策の連携ということを図っていただきたいことをお願いをして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました次に